こんにちは。26番藤村啓太です、キャンプは今日で鹿児島キャンプ終わりということで、鹿児島キャンプは本当にフィジカル的にとてもきつかったんですけど、その分自分の身になるキャンプになったと思います。で、今から延岡の方に移動して、延岡のキャンプではトレーニングマッチなどが多く入ってくるので、そこら辺は試合感を取り戻しながらやっていきたいと思います。スペイン、この冬スペインに行って1ヶ月間いろんな経験をしてきたんですけども、それを、仙台に帰ってからもしっかり意識しながら今後もやっていきたいと思ってます。今年は試合に多く絡んで皆さんの期待に応えられるように、このキャンプからしっかりアピールしながら頑張っていきたいと思います。次はキャンプ中水泳ばかりやっている二見選手です。